おい、見てみや。あそこが丸目の旦那の言うてたとこやな。ああ、早いって休もうや。な、なんや、まだ誰もおらへんやないか。わしらだけかもしれんな、生き残ったんは。ああ。しかし、まさか敵があの結城秀康だったとはな。ほんま、えらいやつを切ってもうたで、あんた。結城？な、何やお前、結城秀康を知らんのか。そりゃほんまの怖いもん知らずやな。ある意味さすがや。どういうことだ。まあ、ええ、説明したる。ゆっくり座って話そうや。しかしよう降るな。変やな、随分時間が経つのに誰も来えへん。どないしたんや、暗い顔して。いや、なんやねんな、気になるがな。俺は今日初めて人を切った。え、初めてってお前、そうか。お前それで怖なって。いや、そうじゃないんだ。え、その逆だ。お前、俺は人を切るということはもっと怖いものだとずっと思っていた。だが今はその怖さを感じない。あの結城って男にせよ、その手下にせよ、強い剣の前では無力。俺は改めて分かった気がした。剣とは人を斬るための道具だということ。つまり真の剣士とは、剣で命の奪い合いを重ねることでこそ。武蔵って言ったっけか、あんた。それはあかん。それは人斬りに取り憑かれた人間のセリフや。人斬り？せや、人を斬ることでしか自分の価値を見出せへん、そんな剣士の慣れの果てや。昔のわしもそうやった。お、やっと迎えが来たんか。やはりお前たちが生き残ってしまったか。生き残ってしまったって、あんた何言うとるんや。丸目さん。な、何の真似や。丸目さん、どういうことなんだ。お前たちはここで死ぬのだ。やれ。こりゃどういうことなんや。さすが私が見込んだだけのことはある。だがまだまだだな。丸目さん、説明してくれ。どうして俺たちを。はあ、
何を手間取っているのだ、丸め。小次郎様。おお、この男たちが結城秀康を斬った者たちか。どちらが斬った？俺だ。そうか、それはご苦労だったな。だがお前たちにはここで死んでもらう。その構え何のつもりだ。構わん、やれ。おお、まさかそのような技を使うとはな。その技、本物かどうか試させてもらうぞ。二刀流か。だがそんな小手先の技が私に通用すると思ってるのか。死に損ないが、なお聞こう。宮本武蔵、あんたは？佐々木小次郎だ。何の真似だ。観念したのか。丸目さん、俺はあんたに言われた通り逃げて生き延びる。生きてこの男とまた戦う。真島、宮本武蔵か。